こんにちは、サイソン和也です。引き続き TRF のサムさんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマなんですけど、はい、誰でもダンス作られたと思うんですけど、はい、その誰でもダンスの創作のきっかけって何だったんですか？前回もちょっとちらっと触れたんですけど、TRF の20周年の時に Easy Do Dance Size っていう、そのいわゆる TRF としては初めてエクササイズ的な DVD を出して、TRF の曲で踊ることによって体を引き締めていくっていうもので、自分たちはそういうことをやると思ってなかったんですけど、20周年ということでファンの方々にその感謝の気持ちで還元していくっていうことでやって、それが自分たちが思ってたよりもだいぶ反響があったんで、だとしたら次は高齢者の方のプログラム作ろうっていう、その自分の中に思いがあって、ちょうどこう10年前なんで日本が超高齢化社会に入っていくっていう時期だったので、もう高齢者の方を元気にしていこうと。そのきっかけとしては、僕のいとこで参議院議員をやりながら、もともと医者で弁護士免許も取って参議院議員になってるっていう一つ年下のいとこがいて、彼がそのよく僕のこと心配して健康のこととかよく連絡取るんですけど、いつかその国会議員でもできるようなジジババダンス作ってくんないみたいなことをずっと言われてて、でそのEasy Do Dance Size がきっかけで、じゃあ次は高齢者のプログラムを作ろうっていうことで手掛けたのが誰でもダンスです。じゃあその名前の通り誰でも簡単にできるみたいな感じなんですか？はい、そうですね。コンセプトとしては高齢者の方の健康寿命を伸ばしていくっていうコンセプトで作ってるんですけど、普段運動しない方とかちっちゃい子とかにもすごく有効だと思ってます。それ誰でもダンスはいろんなところで教えたりとかもされてるんですか？はい、そうですね。コロナ禍になる前は本当にその全国年間で30から50回ぐらいワークショップは行ってましたね。全国の地方自治体だったりとか、あとはその医療関係の医学学会みたいな、そういうところに結構そのゲストで呼ばれたりとか、本当に多かったですね。小学校行ったりとか。今はどういう感じでやられてるんですか？一時期本当にコロナ禍で全くできなくてリモートでやったりもしてたんですけど、だんだん今年になってちょっとずつ戻ってきてるので、対面のワークショップがまたできるようになってます。 YouTube を通じて暮らし大研究、このクレディセゾンとしてなんかワークショップやっても面白いかもしれない。ぜひぜひ、ぜひやらせてください。ってことです。誰でもダンスの簡単な動きって、はい、この YouTube 見てすぐパッとできる動きって何かありますか？はいはい、いっぱいありますよ。誰でもダンスのコンセプト自体が、簡単な動きを音楽に合わせてやってそれがダンスになるっていう、高齢者の方でもできるっていうのが売りなので、はい、本当に難しい動きはないです。やってみましょうか。お願いします。例えば立った状態でつま先をこう外に、はい、左右動かす。今度はかかとを中に動かす。でこれ何がいいかっていうと、つま先を動かすことによって、はい、足元、足首の力が使えますよね、はい、あと股関節が動いてるんです、これ自然と。で股関節の可動域にもなってるし、ここで力を使っていくと。でこれ転倒防止につながります。それってイージーズダンスに、はい、と同じ振り付けなんですか？全く別ですね。全く別なんですか？はい、ダンササイズの振り付けって結構ちょっとテンポも速いし、はい、結構そのやるとハードなんですけど、誰でもダンスって TRF の曲なんですけど、テンポをだいぶ落としてるんですよ。高齢者の方でも安全にできるように、やっぱりテンポが速いとちょっと危険だったりするんで、ステップの中には足がもつれたりするステップも排除してるし、その安全面をまず確保して、あと効果効能っていうのも、これも誰でもダンスの特徴として、僕のいとこの医者と一緒に組んで作ってるので、彼の病院でデータを全部細かく取りながら作ってるので、効果効能と安全性っていうのがしっかりエビデンスが取れてる。これは本当に自信持って言えます。すごいですね。ダンスでエビデンスが取れてるっていうのを聞いたことなかったです。はい、もうかれこれ6、7年ぐらいデータ取ってるん で結構その学会とかでも発表してます。もう一つの特徴としては、運動強度っていう言葉があって、何メッツっていう言葉で表すんですけど、ちょうどラジオ体操が4メッツなんですけど、それと同じですね。大体4メッツぐらいを目指して作ってるんですよ。だからプログラム僕が1個作ると、彼の病院 その理学療法士の方とか彼とかが全部そのデータを取って、これちょっとハードなんでちょっと下げてくださいとか、4メッツに大体合わせていく。4メッツっていうのは具体的にはいいんですか？4メッツ。そうですね、分かりやすいところで言うと、はい、散歩とか、あと家の中で掃除するとか、あとボーリングとか、その辺が4メッツですね。さっき言ったラジオ体操もそうなんですけど、はいはい、高齢者の方でも無理なくできる。
でさっき言ったその僕のいとこっていうのが循環器系の医者なんですよね、はい、だから心臓疾患を持った方が患者さんにいっぱいいるので一番最初その誰でもダンス作る時に彼の病院の患者さんを20人ぐらい集めてもらってその方たちを対象に作ってたんですよ。リハビリ室で70歳ぐらいのおじいちゃんおばあちゃん座ってて僕が入ってった時に皆さん本当にこう困った顔して不安そうな顔になって今日何やられるんですかって言われて私たちそんなあの年寄りだから激しいダンスできませんよって言われて、うん、まあそうじゃないですよって説明をして本当に今日は皆さんができる動きをちょっとずつ作っていくんでということで少しずつ作っていったんですけど最初不安があってた方たちが最後本当に笑顔になるんですよね。70になるまでダンスなんてやったことなかったし自分がやると思ってなかったけどこんなに楽しいと思わなかったと、うん、もう大体全ての方がそうやっておっしゃいますね。それなんでそう最初不安があってんのにちょっとダンスやったら、はい、そこまで変わるんですか。やっぱり細かく教えるんですよね。お膝をじゃあこうやって上げてくださいと、うん、でこれちょっと手をつけましょうか、うん、さっきみたいにつま先を外にこれできますよね、うん、あこれならできるで、まあ、順番も間違えちゃってもいいですから、うん、じゃあ楽しくやりましょうっていうことで音楽と一緒にやると音楽に合わせて動いていくっていうのはリズムがしっかり入っていくのでそのリズムが体感できるっていうのとあと音楽のその明るさもあったりとかでしっかり体が動かせるっていうことで精神的にもすごく軽くなっていくいろんな要素があるんだと思うんですよね。必ず笑顔になってくれます。もともと音楽とダンス自体にポジティブな効果がたくさん詰まっているしダンスも一人でやるよりも集団でやる方がポジティブな効果が強くなるんですよね。20人ぐらいで同じステップを一緒に踏むっていうのがすごくいいんだと思います。じゃあこの後実際にダンスちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、そういう時は私とサムさんだけじゃなくてここにいるスタッフもみんなでやった方がいいってことですか。あもう楽しいと思いますよね、はい、そうですよね、はい、ってことで巻き込まれました。体のトレーニングになると思うんですけど、うん、脳のトレーニング脳トレってどうなんですか。まさにその通りで、はい、ダンスってその動きを振り付けを覚えるじゃないですか、はい、その振り付けって日常生活にはない動きばっかりなんですよね。頭でも知らない間にこう覚えるっていう作業が行われているのでこれも完全に脳トレです。でしかもそれを音楽に合わせてテンポに乗せていくのでこの音楽に合わせるタイミングを合わせるっていうのも脳トレになっているんです。あ理にかなってるってことですね。そうです。高齢者の方もう体、心、頭、全部です。少し前も夏だったんで、お祭りとかで盆踊りとか踊ってる、はい、踊る機会とかもあると思うんですけど、はい、盆踊りも体を動かすっていう意味では OK ですか。めちゃくちゃいいと思いますね。ああ、まあ、盆踊りもやっぱりその一応その音楽が流れてそこにこうなんていうかねいろんな動きをこう入れていくわけじゃないですか。はい、そういう意味では効果一緒だと思います。誰でもダンスの中で一番人気な動きってどういう動きなんですか。なんかいろいろ皆さん好きな動きあるんですけど、はい、やっぱりそのちょっと若干複雑に見えるけどやったらできるみたいな動きがあって、はい、そういうのは達成感があるみたいです。例えば横に開いて開いて閉じて閉じてこれをずっと足元はこういうリズム、はい、で上半身が横横上上横横上これを同時にやるとこういう動きになるんですね。これはちょっとこうダンスっぽいし、パッと見るとめちゃくちゃ難しそうに見えるけど分解してまず足から教えて上半身教えてじゃあ一緒にやりましょうってやると案外できる、うん、なんか見た感じ結構難しそうに見える。そうなんです。だからそういう動きは達成感があるみたいですね。でちょっと難しい動きを入れるって大事ってことですか。そうです。必ずその振りの中に一つ二つはちょっと難しいのを入れていくんですけど、うん、細かくレクチャーで教えてカウントで最初やってそれから音楽でやるので最終的にはみんな楽しくできると。じゃあこの後実際にダンス学ばさせてもらってもいいですか。あ、やりましょう。この皆さんも一緒にやりますんで。やりましょう。お願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。